皆さんこんにちは。私はこの日東京の六本木に行きました。地下鉄の改札を出て、そしてエスカレーターで外に出ます。この日は、ここ六本木にある国立新美術館に行きました。娘の絵が展示されていたので、それを見に行きました。今日は美術館までの道や美術館の中を動画でお見せしたいと思います。今道を歩いているんですが、この右手側が東京ミッドタウンです。リッツカールトン東京があって、あとレストランなどが入っていますね。六本木は私の中でお金がある人が住んでいる街というイメージです。それから大人の街というイメージもあります。少しこう値段も高いのと、あとバーとかクラブとかもあるからですね。私、20代の頃友人に誘われて、六本木のサルサバーに行った思い出があります。サルサも踊れないのに行きました。一体何をしに行ったんでしょうね。たくさん外国人のいるバーでした。はい、青になったので渡ります。この道が終わったところに国立新美術館があります。あれが国立新美術館ですね。素敵な建物です。全面ガラス張りです。ここは日本で5つ目の国立美術館で、2007年にオープンしました。セミが元気ですね。セミの声を聞くと夏だなと思います。では入ります。手の消毒をします。だいたいどんな場所にもこういう消毒液が置いてあります。日本では建物の中では今でも大体の人がマスクをしています。あそこがチケット売り場です。その奥の上にあるのはカフェです。見えますか？あのカフェは映画君の名はに出てきたカフェです。後で行きましょうね。でもまずは娘の絵を見に行きましょう。エスカレーターで2階に上がります。全面ガラス張りなのでとても明るいですね。はい、2階です。 2B の部屋でやっている高校生国際美術展に行きます。あ、ここですね。撮影って しても大丈夫なんですか？あ、大丈夫ですか。はい、失礼します。
ここでパンフレットをもらいました。娘の名前が載っていました。これらは海外からの作品ですね。これはチャールズ皇太子賞。素敵ですね。これは文部科学大臣賞。いいですね。こちらには書道もありますね。そして油絵。上手ですね。高校生頑張ってますね。素敵ですね。ああ、これは可愛いですね。これは立体の絵ですね。面白いですね。ここは海外からの作品ですね。そしてこの先が書道のコーナーですね。もう何て書いてあるか読めないんですが、書体がいろいろ違うことはわかります。そしてみんな上手ですね。さて、お昼です。お昼は美術館の中にあるカフェに行きました。すみません。あ、一人で、ね、アルコール消毒お願いいたします。映画君の名はを見たことがありますか？ここはその中に出てきたカフェです。見覚えはありますか？注文したものが届きました。ランチセットを注文しました。1500円ぐらいでした。美味しかったですよ。はい、ここは3階です。3階にはアートに関する図書館もあるそうです。でも私はそれを知らなかったので、この時は行きませんでした。行けばよかったのに、残念です。はい、それでは今日の動画はここまでです。もしこの動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。またねー。